皆さんの判断材料になればという思いでお伝えします。今回も出どころのはっきりとしているデータと私の取材を交えて真摯にお伝えする大石解説です。5歳から11歳のお子さんのワクチン接種、皆さんのもとにも接種券、接種クーポン届いているかと思います。届いたら全員接種しなければいけないというわけではありません。今回は努力義務も外れているんですよね。では様々なデータを見ていきます。まずはですね、感染リスクとワクチンリスクを見ていきましょう。まずは感染リスクです。重症の方、10代は14人、1ヶ月前と比べて少し増えました。ただ大幅に増えたのが10歳未満、35人です。1ヶ月ほど前は10人ほどだったんですけども、これだけ増えたんですね。増えた理由、愛知県の担当者の方、専門家の方ともお話ししました。この世代、ワクチン接種をしていないからではないかという推測がありました。さらにですね、小さいお子さんですと、やはり幼児の方はマスクをずっとつけていることがなかなか難しい。その証拠にですね、保育施設、小学校でのクラスターが数多く発生しております。当然感染者が増えればですね、重症化する方も一定数増えてくる、そういうデータかと思います。続いては死亡例見てみましょう。10代は7人、そして10歳未満はずっとゼロだったんですが、1人出ました。ただこれ、最新情報では、これ昨日公表されたばかりなんですけども、2人目が出ていますので、このデータ後にですね、2人に切り替わるかと思います。ではどういった死亡例だったのか見ていきましょう。まずは10歳未満で初めて亡くなった方なんですが、私神奈川県に取材しています。この子はですね、未就学の男の子でした。生まれつき障害があって、自宅で人工呼吸器をつけて生活していました。2月8日、発熱、咳などの症状があって病院に行きます。そこで陽性が確認されました。そして日付変わって、深夜だったそうです。容体が急変します。亡くなりました。死因は新型コロナによる肺炎だったということなんですね。10歳未満初の死亡例となりました。そして2例目なんですが、この方は基礎疾患がない10歳未満の初めての死亡例となりました。2月下旬です。 38.8 度の発熱がありました。基礎疾患のない京都府在住の未就学の方でした。性別は分かりません。陽性が確認されます。そして翌日以降になるんですが、自宅療養をしてたんですね。するとゼーゼーという症状が出てきたそうです。医療機関に行って受診をして、一時落ち着いていたそうなんですが、ただ容体が急変して、そして亡くなりました。基礎疾患のない10歳未満の初めての死亡例です。なのでこれが2に今度切り替わっていくと見られております。ここまで感染リスクです。では続いてワクチンの副反応リスク見ていきましょう。10代で重篤な副反応が出た方は398人です。割合で見てみますと、10代でワクチン接種を済ませている方の中で398人重篤な副反応、 0.0029% でした。戻ります。ではこちらのリスクを見ていきますと、10歳未満は10歳未満の全ての人口の中での重症者35人、 0.0004%。 一方、10代の人口の中でのこの14人、 0.0001% となっています。死亡例です。死亡例なんですが、これはワクチン接種との因果関係はわからないんですが、接種後に死亡した方が5人です。接種後に死亡した方が5人なんですね。さて、5歳から11歳のワクチン接種はまだほとんど進んでおりませんので、日本ではほぼデータは揃っておりません。なのでアメリカのデータを見てみましょう。こちらはですね、5歳11歳のワクチン接種、アメリカの方4万2504人のアンケート調査の結果です。
副反応どんなものが出たのか、接種部位の痛み 54.8%、 倦怠感 20.1%、 頭痛は 13.9%、 発熱 7.9%、 この上の世代と比べますと副反応の頻度はこの世代は低くなっています。副反応報告は4129人です。これは全体の 10%、 1割ほどとなっています。深刻な副反応報告は100人でした。100人で、このうち心筋炎が発症した方11人です。心筋炎というのは心臓筋肉でできていますけども、そこが炎症を起こして、まあ、動きが悪くなって不整脈、心不全などを引き起こしてしまうというものなんですが、11人、しかし全員回復しています。10代20代の若い男性は他の年代そして女性と比べてですね、心筋炎の発症リスクは高いというデータも出ています。そしてこの 42,504 人の中で2人亡くなっています。ワクチン接種後に2人亡くなっています。因果関係は分かっておりません。この2人というのは5歳と6歳のお子さんで、しかも複数の病歴があったというふうに報告されています。ここまで副反応のリスクお伝えしました。今度はワクチンの有効性はどうなのかというのを見ていきましょう。これはですね、アメリカのニューヨーク州保健局などが調べたものなんですね。今年の1月時点での感染予防効果と入院予防効果になります。12歳から17歳の感染予防効果、1ヶ月前にワクチンを接種して1ヶ月後どうだったかという数字なんです。これが 51% です。 66% から 51% に下がりました。一方5歳から11歳は 12%、 かなり低いですよね。打った直後は 68% の感染予防効果があったんですが、 12% まで落ちたんですね。なぜ落ちたのか、明大病院の山本医師に聞きました。これ11歳の感染予防効果と12歳の感染予防効果を比較すると分かるんですね。11歳の感染予防効果は 11%、 一方で12歳の感染予防効果は 67%。 11歳と12歳で大きな開きがあったんですね。これ何かと言いますと、12歳以上は大人と同じようなワクチンだった。一方12歳未満というのはですね、ワクチンの有効成分は12歳以上と比べて3分の1に減っているんですね。なのでそのこともあって感染予防効果が下がったのではないかというふうに推測しておりました。また、まあ、実際にこのワクチンというのはデルタ株までの対応のワクチンであって、オミクロン株だと少し効果が薄れてきているのではないかと推測しておりました。入院予防効果見てみます。12歳から17歳は 73%、 そして5歳から11歳は 48% となっています。1ヶ月前は 100% に近かったんですが、 48% まで下がりました。ただ半分は入院予防効果があるわけなんですね。なのでこのデータを見ると、ワクチン接種をするときはですね、感染予防効果に重きを置くのか、入院予防効果に重きを置くのか、そのあたりでちょっと変わってくるかもしれませんね。判断が分かれてくるかもしれません。さて、日本では努力義務が外れた5歳から11歳のワクチン接種、世界の状況はどうなのか調べてみました。接種を推奨しているのがアメリカ、イスラエル、フランス、カナダとなっています。一方で基礎疾患のある方、そういったリスクの高い人などに推奨しているのがドイツやイギリスなんですね。これが世界の例です。今回日本では、まあ、努力義務外れているんですけども、よくね、社会のために打ってほしい、集団免疫を作るためにワクチン接種をしてほしいという方がいますが、この5歳から11歳に関してはですね、大切なあなたのお子さんの体を第一に考えて、あなたのお子さんのためにどうすればいいのかというのを慎重に判断してほしいと思います。